どうもご覧の皆さんこんにちは、二次元ボディの天木純ちゃんです。今私は撮影でタイに来てます。初タイです。イエイイエイ。今回はいつもと違って一人旅というテーマで、初めてのテーマで来てます。撮影も無事済んで、そうですね、海での撮影もすごい楽しく撮れたり、あとはマッサージのシーンとかプールとかたくさんおすすめなシーンがあるので、お楽しみにしておいてください。以上、二次元ボディの天木純ちゃんでした。撮影中一番印象に残ったことは、撮影中ではないんですけれども、乗るはずだった飛行機に乗れなかったことです。で、羽田空港から成田空港へ移動して無事タイに着きました。これが一番印象に残ったことです。旅行してみたい場所は、そうですね、タイも来たことがなかったのでもちろんしてみたかったんですけど、あとは私ヨーロッパのあのあっちの方に行ったことがないので、ちょっといつか行ってみたいですね。夢です。イタリア、イギリス、パリ、フランスとか、あと LA も行ってみたいです。ニューヨーク、そうですね、はい、行きたいです。普段よくしてしまう癖は、エゴサーチですかね。ツイッターで自分の名前でエゴサーチをして、いい意見も悪い意見も全部いいねボタンを押していったりします。常に SNS を開いているという癖を持ってます。お休みの日は、アウトドア派に分かれる時とインドア派に分かれる時が激しくって、インドア派の時はもう家に引きこもってワンワンとか鳥ちゃんたちと遊びながら、あの映画とかドラマとかバラエティを見漁ってます。で、外に出る時はグラビアアイドルの友達を誘ってご飯に行ったりとか遊びに行きますね。ショッピングとかします。座右の銘は、そうですね、謙虚に、真摯に、周りの人に感謝するということですね。自分の性格を一言で言うと、せっかちなのと、あとすごいめちゃくちゃ考えてしまうので意外とネガティブです。ポジティブに見えて意外とネガティブです。そこは克服したいところです。男に生まれ変わるなら、渋谷で女を落とす、くどくっていうことを一回やってみたいんですよ。一つだけ願いが叶うなら、将来の夢を叶えるとまではいかないんですけど、叶えるまで見守っていてくれるっていう保証が欲しいです。難しいけど叶えたいので、はい、そういう保証が欲しいです。魅力的な体になる秘訣は、全然私はそんな魅力的ではないんですけれども、そうですね、やっぱりコンプレックスを武器に変えることだと思うので、ずっとコンプレックスだった胸を武器に今変えてるので、ちょっと何カップか成長したりしました。なのでコンプレックスは武器にしましょう。アイドル日本を見てくださっている皆さん、もう何度も DVD 出させていただいてるんですけど、今回5本目の DVD は新しいことに挑戦しているので、ぜひ皆さんに私のプライベートを覗いてるような感覚で見てもらえたら嬉しいです。これからも天木純の応援をよろしくお願いします。ありがとうございました。